マヘリア・ジャクソンはアフリカ系アメリカ人の女性ゴスペル歌手。世界で最も影響力のあるゴスペル歌手の一人としてゴスペルの女王と呼ばれ、またキングボクシラと共にその歌と活動でもって当時の公民権活動に貢献した。ハリーベラ・フォンテはジャクソンを米国で最も強力な黒人女性として称賛した。ジャクソンは主に コロンビアレコードから約30枚のアルバムをリリースし、数々のミリオンセラーを記録した。ルイジアナ州ニューオーリンズに生まれ、市内アップタウンの黒人が多く住むブラックパールと呼ばれる地区で育ちながら、バプティスト協会で歌い始める。1927年にシカゴへ移り、ゴスペルグループであるジョンソンブラザーズのメンバーとして、プロの音楽活動を開始する。 1937年にソロとして初のレコーディングを行うが売り上げはかんばしくなかった。しかしこのレコーディングを切りかけに音楽関係者たちから実力を認められるようになり有名なコンサートへ出演する機運に恵まれる。その後はコンサート活動に1000年しばらくレコーディング活動から離れるが1946年にアポロレコードと契約。 アポロで録音した何曲かのゴスペル作品によって次第に広く一般にも知られるようになっていった。もっともレコードの売り上げ自体はまだまだ不調続きであったが実力に伴う知名度は上がっていった。1948年のムーブオンアップエイリトルファイヤーによってようやく商業的にも成功を収める。レコードの急激な売り上げ上昇に追いつかずレコードショップは 在庫を常に切らした状態であったという。マヘリアは、アメリカ国内のみならず、ヨーロッパでも有名になり、アイキャンプットマイトラストインヤソによって、フランスアカデミーから賞を受けた。その後、CBS ラジオで自身の番組を持ち、1954年にはコロンビアレコードに移籍した。マヘリアの歌と公民権運動の活動は、保守層の一部から批判を受けることもあったが、 彼女は独立した黒人女性アーティストとして自らの意志を持って活動した。ルイ・アーム・ストロングラにジャズ業界に誘われることもあったが、彼女は一貫してゴスペルと黒人霊歌を歌うことを選んだ。マヘリアは常に公民権運動に積極的に関わり、まさに公民権運動の時代の歌声となった。セルマ行進、ワシントン行進。 そしてキング牧師の葬儀でも歌った。キング牧師のホーであり、公民権運動家のジェシー・ジャクソンは、キング牧師が彼女に声をかければ、彼女は決して断ることなく、人種差別の最も厳しい新南部の地域にすら共に、回ったと回想している。オランダのアムステルダムでのコンサート会場で歌う、マヘリア・ジャクソン1956年、全米バップテスト集会で出会った。 ラルフ・アナバシーやキング・ボクシラにアラバマ州モント・ゴメリーのバスボイコットを応援し寄付を集めるためのコンサートの話を持ちかけられた。マヘリアはその年の12月6日にコンサートを開き大成功を収めた。60年代になってもマヘリアはなお旺盛に音楽活動を行いニューポート・ジャズ・フェスティバルやケネディ大統領の就任式でも演奏した。 1971年に来日、渋谷公会堂で公演した。マヘリアは、1971年のドイツ公演を、最後に音楽活動から引退した。1972年1月27日、糖尿病による心臓麻痺のため、イリノイ州シカゴで没。60歳だった。母書は、故郷ニューオーリンズに隣接したルイジアナ州メテリーの、 プロビデンス共同墓地にある。死後、マフェリアは、ゴスペルミュージック協会から、ゴスペルミュージックの名誉との称号を与えられた。ありがとうございます。